国道341号は、秋田県和野市から、由利本城市に至る一般国道である。和野市切り止め台付近国道341号は、県中央内陸部と和野市、戸和田湖を結ぶ幹線道路ではあるが、玉川温泉カの住川間が、県内有数の豪雪地帯のため冬季閉鎖をし、玉川温泉宝線湖までは冬季間は関係者と路線バスのみ、 通行可能になっている。この区間は、試験的に除雪を実施し、通年通行を模索している。現行の道路法に基づく、一般国道の路線として、九百七十四年十一月十二日、政令第三百六十四号の交付によって、第三次追加指定され、翌九百七十五年四月一日施行によって、国道になった路線である。最初の国道指定では、 和ズノ仙北郡田沢小町を結ぶ路線であったが、仙北市以南は、1992年4月3日、政令台104号の一般国道の路線指定交付、翌1993年4月施行で延伸された区間である。1975年に国道に昇格した仙北市伊北は、早くから、 道路改良が着手された区間であるが、1993年に延伸された区間で、特に秋田市雄和地区、由利本城市岩木地区の高尾山越えは、当初、一車線の未改良、ダート区間が残されていた。この区間は、1990年代半ば頃に、全区間舗装されている。仙北市田沢湖地区から大仙市京和地区の約 44km にわたる区間は、 路線の大部分が国道46号と重複する。また、百合本城市の日本海に面する上沢終点、井戸尻の約1 2トル区間は、国道7号と徴用する。秋田市雄和城小コ木キゆ本城市、岩木滝又の雄和高尾山越えの区間は、対向車とすれ違い困難な道幅で、路面には無数の石ころや堆積した落ち葉があったり、道路の両側から、 夏草が覆いかぶさるように生い茂るなど、いわゆる国道区間となっている。百合本城市の郊外、生活道路になっている岩木亀田大町上沢の区間は、道路幅が狭く、バス通行が多い。橋梁線牧師田沢湖西保内付近和ず市、谷内付近、熊沢川河沿い新並橋に関するカテゴリー。ありがとうございます。